虫の音が心地よい聖火の大学のキャンパスで、自分で考え積極的に行動する大学生と出会いました。小学校の教師を目指し勉強する彼女、社会で学校でひたむきに挑戦するその一日に密着します。この番組は札幌学院大学の提供でお送りします。中川さんは現在4年生。小学校の教師を目指すきっかけは自らの体験にあったそうです。自分の進路を考えた時に、今まで小中合わせて4回の転校を経験したこととか、あとは今まで出会った先生方がいたからこそ今の自分があるんだなと思って、で自分もいろんなことを伝えていく先生になりたいなと思ったのがきっかけです。教育実習を終えた中川さん、その経験は特別だったようです。すごい毎日幸せでした、はい、子供たちみんな可愛くて、で3年生だったんですけど、やっぱり自分が一生懸命やってる分、その子供たちからいろんな気持ちとか思いで返ってくるということが3週間通して学びました。面倒見がよく仲間たちから慕われる中川さんは、周囲に声をかけ学びを共有しています。参加するメンバーはやっぱり教員を目指している人とかが多いんですけど、他の学年の子と交流するとそういう考えもあったんだっていうのがいろんな気づきになっていくので、自分の考えも深まっていきます。どんなことにでも感謝できる大人になりたいです。